前もって言いますけど、僕は一切責任取りません。この動画を見た結果、マイチームにドハマりして朝昼晩やり始めたせいで、彼女や彼氏とのコミュニケーションが減り、私とマイチームどっちが大事なのっていうトラップ質問に対して一瞬戸惑ったのが原因で別れることになっても、僕は責任取らないですからね。振られても別にいいと思ってる方、もしくはシングルライフを楽しんでる方は、僕と一緒にマイチームにハマりましょう。リクト AF。 こんにちは、リクトです。皆さん、この選手とこの選手が、例えば僕やったらフランキーと神様が同じチームでプレーしてるの、死ぬまでに1回でもいいから見てみたいっていうのはありません？あとは引退した選手プラス現役選手のコンビ、例えばジョーダンとレブロンのワンツーパンチが見てみたいとか、マジックがファーストブレイクをリードしながらヤニスがレーンを走ってるのが見たいとか、バードがダブルチームを引き寄せパッてキックアウトしたらジョー・イングルズがスリーを決めるとか、そういう夢みたいなシナリオを妄想することってありますよね。 NBA2K22 のマイチームモードではそれを実現させることができるんです。簡単に言うと、マイチームっていうのは様々なチャレンジとか試合に勝つことで自分にとっての夢のチームに近づけるゲームモード、要するに勝つたびにご褒美として新しい選手とか自分が欲しい選手をゲットするためのコインがもらえるんです。そこで、まずはこの動画のタイトル通りドハマりしやすい理由についてなんですけど、一つはこのゲームモード内での目標っていうのが多いおかげで飽きにくいってこと。今ちょうど NBA2K22 をロードアップしたのでマイチームに行きます。いろんなゲームモードがあるわけですよ。このマルチプレイプレイヤーっていうのはオンラインモードですね。他の人間、ゲーマーと対戦することができるモード、ドラフトモードがあったり、トリプルスレッドオンライン、アンリミテッド、リミテッド、でもこの動画を見てくれてるってことは多分マイチームもやし NBA2K 自身の初心者の可能性が高いと思うので、まずはこのシングルプレイヤーのモードをおすすめします。まずはトリプルスレッド、これは 3-on-3 のゲームモードですね。他のモードに比べて1試合1試合が短いので、時間がそんなにない時や音楽聴いたりポッドキャストを聞きながら遊んだりするのにちょうどいいゲームモードです。さっきも言いましたが、勝つたびになんかご褒美をもらえるんです。だ、僕の場合今18勝してるんですけど、一番最初のね1勝目の後はこのフリーエージェントオプションパックをもらえた。で、2勝目後はトークンを1枚もらえた。3勝目の後はまたトークン、5勝目はまたフリーエージェントオプションパック、でちょっとずつプライズが豪華になっていくわけですよね。 MT とかももらえたりして、例えばこの15勝目のサファイア・デリック・ジョーンズはかなり興奮しましたよ。超ロールプレイヤー中のロールプレイヤーじゃん。ダンクしかできないし、ブレザーズではローテーションから外れてたしとかって思ってる方もいると思いますけど、このゲームではほんまサファイア・デリック・ジョーンズはうまいんですよ。このカードやパックやトークンとか MT に関してはまた後で説明しますね。はい、じゃああとはどういうゲームモードとか目標があるか。ドミネーション、画面越しでもドレモンドが聞こえてきますね。って言ってますよ。ここでの目標はちゃんとアップデートされてる全30チームを倒すこと。僕は今のところアトランティックディビジョンの5チームのことは倒すことができて、セントラルディビジョンはキャブスとピストンズを倒して、勝つたびにプライズをもらえるわけです。例えばシボドニックスに勝ったら難易度に分かれてるんですけど、難易度をこの一番難しいオールスターディフィカルティで勝ったら 625MT プラスドミネーションスティーブ・ノバックがもらえる。で、もらえるってことはチーム入りするわけですから、ノバックを今度は使ってもいいようになれるわけです。で、星5つ集まったら、例えばニックスに勝ってセルティックスでもこのオールスターディフィカルティで勝ったら星6つになるんで、5つ以上クリアしたってことでこのエメラルドタイリース・マクシーがもらえる。さらに例えばシクサーズに勝ってでネッツに勝ったら星12個になるので、10個以上のスターをクリアしたってことでトークンが2つもらえるわけです。で、この5チーム相手にオールスターディフィカルティで勝つことができれば15個星がもらえるので、この豪華なサファイア・クリス・ブシェが手に入る。で、同じようにこのセントラルディビジョンのチームも倒して、サウスイースト、ノースウェスト、パシフィック、サウスウェスト、最後にオールスターチームにも勝つことができれば星が99個集まることになるので A さんがもらえるわけですよ。この91
1レーティングのね、アミーのドレーモンドグリーン。はい、では他のゲームモードに移りますと、チャレンジモードがありますね。で、チャレンジの中にはスキルチャレンジ、ピックアップチャレンジ、スポットライトチャレンジとシグニチャーチャレンジがあって、チャレンジのおもろいところって言うたら、さっきのドミネーションとは違って、勝つのが目的じゃない時もあるんです。例えばこのスキルチャレンジの中のコロッサルチャレンジは、ここに難易度がスーパースター、プログレスは、まあ僕コンプリートしたんで、今コンプリートってなってますけど、このチャレンジをコンプリートしたら、このコロッサルアワードパックがもらえますよっていうことです。チャレンジをコンプリートするためには、このウィンコンディションですね。1試合で8回ダンクをすればいい。もうそれだけです。これのいいところは、最後までプレイしなくていいんですよ。もう8回ダンクしたらもうそこでチャレンジクリアってなるから、忙しい時には助かりますよ。まあ、このシグニチャーシリーズやったら、1試合にチーム全員で9本スリーを打ったら、とかね、いろんなチャレンジがあるわけです。ピックアップチャレンジはもう普通に5対5、ウィンコンディションはもう勝つこと。勝つことができたら、スタンダードリーグアワードパックがもらえる。スポットライトチャレンジは、あ、サボってますね、僕。1個しかまだコンプリートしてないですけど、順番に勝っていかないといけないチャレンジモードです。こういうふうに最初の方はカリームがテーマになってますね。若い時のバックス時代のカリームのチームからスタートしていき、レイカーズ時代の宇宙人カリームと愉快な仲間たち相手に勝っていき、今度はダークにテーマが移るわけです。ルーキーダークをまずは倒して、最後はビッコダークをクリアして、次は KD。これもう全員カバーアスリートですからね。で、最後にルカ。もちろんこれも勝つたびにプライズがもらえるわけです。こういうシグニチャーチャレンジもあります。あとは目標フェッチって言ったらやっぱシーズンですよね。このホームタブに行くと、あ、ちなみにこの動画撮ってる間にタイムスリップしてしまったんで、ちょっとスクリーンの雰囲気も変わったでしょう。シーズン1からシーズン2にタイムトラベルしてしまいました。ベーシックから説明しますと、1シーズンにつき6週間。要するに、ウィーク1からウィーク6までがシーズン1。ウィーク7からウィーク12はシーズン2。で、その次はシーズン3というふうに、まあ、変わっていくわけです。このシーズンフィーチャーでの最終目的は、レベル40まで行って、96レーティングのピンクダイモンドケビン・ガーネットを獲得すること。中に入ってみると、こういうふうにレベル1からずっとレベル40まであるわけですよ。このピンクダイモンド KG が最終目標なわけですけど、まあさすがにここまで行くのは彼女彼氏いなくても難しいと思います。その代わりこの1レベル上がるごとにかなりいいプライズがもらえるので、自分のできる範囲で頑張っていくのはいい楽しみ方やと思います。シーズンのコンセプトはすごいシンプルで、この XP ってあるじゃないですか。ここに書いてある XP、 例えばレベル2をクリアするためには全部で 350XP が必要ということ。レベル3をクリアするためには合計で 430XP が必要で、この最後まで15万 XP 集めることができればレベル40がクリアできるってことです。じゃあどうやって XP を稼ぐかなんですけど、それはこの横のシーズンアジェンダで稼ぐことができます。これは期限がある、ね、画面の右下に見える通り、この期限までにゲットすることができれば有効になる XP。 どういう XP がやる価値あるかなっていうのをプランして、いろいろとゲームプランニングが必要になるのもまたマイチームのおもろいところやと思います。ではもう一つのタブ、ライフタイムアジェンダーズを見てみますと、これは新しいシーズンになってもリセットしません。例えばこのアトランティックディビジョンに行ってみると、ここに書いてあるもの全部クリアしたら右のデラックスパックがもらえる。期限も何もないんで、この目標はゆっくりと少しずつタックルしていくことができます。ニックスの選手で何試合かけてもいいから合計で20リバウンドを取るとか、僕のロスターでニックスの選手ってアラン・ヒューストンぐらいなんじゃないかな。ヒューストンが何試合かかけて20リバウンド取ったことでこれをクリアすることができたのかもしれないし、まあ、わかんないですけど、こういうクリアしたものを別に狙ってやったもんじゃないんで、自然と知らん間にクリアしてることが多いですね。このコレクターレベルでもこういうふうにカードを集めるだけでも、ね、100カード集めたら10枚トークンもらえるとか、150カード集めたらサファイアコービーがもらえるとか、まあ、今187枚持ってるんで、あと13枚カードを集めたら15枚もトークンもらえたり、こういうちょっとした目標をクリアしていくことには達成感を感じることができると思います。とまあ見ての通りゲームモードというか、まあ目標っていうのがたくさんあるおかげで、まあ、飽きないってことが一つ目のドハマりしやすい理由。理由ナンバー2はコレクター精神をくすぐるんですよ、このモードは。どういうことかと言いますと、自分のチームのロスターを今
開けますね。これが僕の今のアクティブロスターなんですけど、中には、まあ、例えばデリック・ジョーンズ・ジュニアみたいに、さっきトリプルスレッドで15勝したらデリック・ジョーンズをもらえる、そういう前もって分かってて獲得できた選手もいますし、でももっとワクワクするのはパックを開けた結果ゲットできた選手たち。どういうことかと言いますと、中にはご褒美としてこのチャレンジ、この試合に勝ったら何々パックをあげますっていう場合もあるんですね。で、そのパックっていうのはこのタブに行って Unopened Packs、 これ日本バージョンやったら全部日本語なんで英語ややこしいなとかっていうのは心配しないでください。逆に日本語やとこれ動画にならない場合があるんで、僕が Wow! What's this kanji? とかっていう繰り返しになってしまうんで英語のままにしてるんですけど、この Unopened Packs ね、まだ開けてないパックっていうのを押すとご褒美としてもらって、まだ開けてないパックがだって並んでるわけですよ。中身はもちろん何が入ってるかわからないんで、ワクワクしながら開けるわけですよ。おお、田臥勇太選手、これタイミングいいね。こういう楽しみがあるんですよ。誰が当たるかなとか、今みたいに田臥選手が来るなんて全然思ってなかったから、現役選手だけじゃなくて懐かしい選手がパッて出てきたり、パックを開けるのは本間のバスケットボールカード開ける時みたいなワクワク感を味わうことができます。あとちなみに、だいたい1週間に1回とか2週間に1回ぐらい新しいパックがリリースされるので、なんか私生活で刺激足りないわという時はパックをゲットして、さっきのワクワクを味わっちゃってください。だいたいこういうパックリリースとか他のロッカーコードとかもマイチームの公式ツイッターアカウントで情報を得ることができるので、ぜひフォローしてください。あとはトークンですけど、このリワーズに行ったらトークンを使ってこういった選手をゲットすることもできます。これについてはまた次回の動画で深掘りしていきたいと思ってます。そしてマイチームにドハマりしやすい理由のナンバー3はとてもシンプルな理由なんですけど、気軽にプレイできるってこと。まあ、NBA2K22 にはいろんなゲームモードがありますけど、その中でも一番気軽にプレイできるのがマイチームやと思うので、勝手に自分の中ではいい意味でマイペースっていうあだ名をつけてます。これをしないと前に進めないとか減点されるとかそういうのもない上に、なんか少しでもプレイしたらご褒美もらえるんで得した気分になれるんですよ。褒められて伸びるタイプにぴったりのゲームモードやと思います。ゲームプレイも比較的シンプルやし、毎日ほんまサインインしただけでボーナスポイントがもらえるし、オンラインでプレイしてボッコボコにされて俺 2K やる資格ないんとちゃうかって悩まなくても、オフラインモードでも十分に前に進めるし、ほんま気持ちよろしいモードですよ。おさらいをしますと、マイチームでは夢のチームを作ることができる。そのためにはいろんなチャレンジとかドミネーションとか他のオンラインゲームモードもありますし、そういうので試合に勝っていき、勝つたびにご褒美として選手とかパック、MT、トークン、まあ、この動画では説明しませんでしたけど、バッジとかシューズとかをもらって少しずつ自分の夢のチームに近づいていく。マイチームはほんまね、奥が深いので一つの動画ではちょっと収めきれなかったです。次回の動画では夢のチームを作る方法についてもっとフォーカスしたいと思います。皆さんはマイチームやったことありますか？このゲームモードのどういうところが気に入りましたか？まだやってない人はやってみたいなっていう風に思ってくれたでしょうか？コメント欄に書き込んでください。これからもバスケ NBA の面白さをみんなで広めていきましょう。デハデハ、平和。